スカルとクエストとボーリックの RS チャンネル。皆さんこんにちは。本日も受注ありがとうございます。クエストです。プロスペースやっていきたいと思います。はい、というわけでですね、今日また2時間メンテかな、ちょっとなんか延長もしてたみたいですけど、ちょっと確認はできなかったんですけどね、まあアップデート来まして、ちょっと予想外ですね、 OB の方がやってきました。てっきりまた月末に来るもんやと思ってたんですけどね、思ったより早い登場になったんですけれども、それと同時にシーズン2への、シリーズ2へのね、完全移行が、完了したということで、もうちょっとシリーズ1の選手は引けなくなってしまったということなんですけれども、なんでちょっと藤川球児投手はね、僕の場合、超4のままなんで、まあちょっとどっかのタイミングで限界突破口を使って、限界突破したいと思うんですけれども、ちょっとね OB のガチャを引く前に、まあ、この後すぐ引くんですけどね、引く前に、僕なりに我慢した、契約書の開封と、あとプレゼントスカウト、来てるんで、そちらの方、回していきたいと思います。どうしようかな、先にじゃあちょっとプレゼントスカウトの方から、やっていきましょうかね。はい、というわけでこちらですね、テレビ CM 放送記念10連プレゼントスカウトおかわりということで、S ランク選手がね、S ランク選手ですね、いつものことながら発音がめちゃめちゃですけど、まあ1人確定しているということで、10連なんでね、普通に2枚引きの可能性もあるんじゃないかなと思っております。まあ、ちょっと誰が出るかね、わからないんですけど、早速引いていきたいと思います。お願いします。はい、それでは見ていきたいと思います。そういえばこれ、おかわりって言ってるんですけど、1杯目はどんなガチャになるんですかね。アニバのプレゼントスカウトかな。まあ、そこで、まあ、スカウトプレゼントしたから今回おかわりだよ、みたいな、そういう感じになってるのかなと思うんですけれども、さあ、おかわりはどういう結果になるかなといったところなんですけど、ちょっとね A ランク選手がもうちょっと全然いないというか、育てる選手がいないので欲しいんですけど、まあオール B でしたね。はい、というわけで、10連目 S ランク選手は確定ですね。こちらの方見ていきたいと思います。お願いします。はい、スワレス投手ということで、はい、特に何の感動もないかな。うん、ただタイトルは取ったんでしたっけ。最多セーブがスワレス投手だったのかな。うん、まあちょっとその辺のために残すかな、一応残しとこうかなっていう感じですね。はい、ありがとうございます。はい、というわけでね、契約書の、プレゼントの画面に来たんですけれども、現状これ契約書だけでまあ28枚あるんですけど、まあ B ランク A ランクの契約書に関してはまあ都度引いてました。なのでここに残っているのがゴールドと確率の、契約書と、あと S ランク契約書になってるんですけど、一応その内訳が、S ランク契約書が4枚で、確率 30% が1枚と、10% が2枚。で、残りが、ゴールド契約書ということになっておりますんで、まあちょっと、小分けになってしまって申し訳ないんですけど、まあゴールド契約書、10連を2回して、で、その後に、残ってるゴールドと、あとの、残りの、確率の分かな。確率の分一緒に引いて、で最後に S ランク契約書4枚まとめて、引いていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、それじゃあ早速ね、ゴールド契約書の方、引いていきたいと思います。いやね、多分もっともっと契約書貯めてる方はおられると思うんですけど、これでもね、僕にしたら我慢した方です。はい。温めてた方なんでね。はい。ちょっとまあ、言えばまあ、ゴールド契約書から1枚ぐらいは出てほしいなと。思ってるんですが、どうなるでしょうか。それではまず最初のゴールド10連いってみたいと思います。お願いします。はい、それではいきます。さっきも言ったんですけど、ああ、よしよしよし、 A ランクはね、ちょっと育てたいんで、まあ、ちょっとでも多く A ランクも引きたいなといった感じなんですけど、もちろん S ランクも出てくれてよかったのに、もりもり出てくれてよかったのに、久々に見た。誰やろ、前は。はい、石山投手だけですね。はい、というわけで、まあ、最初のゴールド10連は以上の結果になりました。ありがとうございます。はい、続きまして、ゴールドの20連目見ていきたいと思います。よく言えばそろそろね、S ランク1回ぐらい来てくれてもいいんじゃないかなと思っておりますが、どうなるでしょうか。お願いします。はい、それでは見ていきます。とりあえず A ランクはね。もうちょっと A ランクも欲しいかな。これはなさそうですね。はい、石川投手の A は嬉しい。めちゃめちゃ嬉しい。ありがとうございます。まあ、最終的に極意書7枚ぐらい使って、最終的についてる称号が喧嘩投法なんでね。もうちょっと、いい称号をつけたかったんで、これはちょっと嬉しいんですけど、ただちょっと他が渋々ですね。はい、ありがとうございます。さあ、というわけで、ゴールド1枚だけ残ってるのかな。そしたらこのゴールド1つと、S ランク 10%2 枚と 30%1 枚で、引いていきたいと思います。お願いします。そろそろ、みたいなランク。はい、いきます。全く散らへん。全く吹かへん。やばいやばい。おっとおもんなすぎるやろ。ガチャ結果おもんなすぎるやろ。おもんなすぎるやろ。結局確定分からしか出なさそうですね。はい、ありがとうございます。いや、最終的にこの S ランク契約書で紙引きすればいいって誰か言ってた気するから。なんやったら僕が言い始めますから。この S ランク確定の分で紙引きすれば全てチャラというふうにね。僕が言い始めますから。それでは、引いていきます。お願いします。それでは見ていきましょう。結局一回も吹かんかった。嘘やろ。まさかね。さすがにね。1人目はデジャブってますね。完全にデジャブってますね。うわー嬉しいんですよ。めちゃめちゃ嬉しいんですよ。継承できるからね。めちゃめちゃ嬉しいんですけど、称号用の A ランク持ってないんですよ。で、山岡投手ね、9位3上げな9位 A 乗らないし、で超特急とかついちゃうとスタミナ型になっちゃうんで、また苦しまなあかんやつやな、こっから。やばいな。いや、でも、決勝したいな。とりあえず母体を確保できたということで、ね、はい、ありがとうございます。びっくりした、菊池投手ですね。じゃあ最後、4人目ですね。移籍しあった今日一日で俺何人スアレス引くん ?S ランク。ね、そういうことスアレスの S? そういうことなんかな。ちょっと、だいぶテンパってます。はい。はい、というわけでね、今回の、スアレス確定ガチャ、の方は以上になります。尋常じゃない量出たな、ほんま。いや、まあ、ある意味面白かったからいいけど。そんなところ、そんな引くまさかスアレスで始まってスアレスで締めると思ってなかったですね。はい。ちょっと、だいぶ出っ張ってるんですけどね。なんてコメントしたらいいかわからないです。こんなん初めてなんで。美味しいなって、ちょっと思ってる部分はありますけどね。はい。で、まあ、気を取り直してね。まあ、この後の、多分動画は2本に分けると思うんですけど、この後そのままね、OB の方も引いていきたいと思ってますんで、そちらの動画が出た際にはよろしくお願いします。はい。というわけでね、今回の動画は以上になります。ここまでお付き合いいただいてありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。